挿入したテーブルの右側の列にテキストを入力しましたので、左側の列にはロールオーバーイメージを挿入してみましょう。ロールオーバーイメージとは、イメージ画像の上にカーソルが乗った時に、そのイメージ画像の表示が切り替わることを言います。リンクを指定しているボタンなのでよく利用されています。また、このような画像イメージをテーブルを利用して配置することにより、きれいなレイアウトに整えることができます。それでは、実際に設定を行ってみましょう。テーブルの左上のセル内でクリックしてカーソルを置きます。挿入バーからロールオーバーイメージをクリックします。ロールオーバーイメージの挿入ダイアログボックスが表示されます。最初にイメージ名を入力します。ここではイメージ01と入力します。元のイメージには最初に表示される画像イメージを指定します。参照ボタンをクリックします。場所を指定し、ファイルを選択します。ここではイメージフォルダ内のストロベリー01.jif を選択します。イメージプレビューで画像を確認します。これは文字がない画像です。OK をクリックします。現在作成中のウェブページを保存していない場合は、このようなメッセージが表示されます。保存していないと、画像などのオブジェクトファイルとの位置関係が特定できませんので、相対パスが指定できません。ですので、絶対パスが指定されてしまいます。OK をクリックしましょう。これが絶対パスの例です。C ドライブのルートからのフォルダ階層がローカルなパスとして指定されますので、このままではグローバルなウェブページのパスとしては使用することができません。絶対パスのままでもウェブページを保存したときに自動的に相対パスに変換されますが、あらかじめ保存をしておいた方が良いでしょう。ロールオーバーイメージにはマウスポインターを重ね合わせたときに表示される画像イメージを指定します。先ほどと同様に参照ボタンをクリックしてファイルを指定します。ここではストロベリー 02.jif を選択します。イメージプレビューで画像を確認します。ベースの部分は先ほどと同じですが、こちらはそれに文字を加えた画像です。このようにロールオーバーイメージのためには、文字を加えたり、色合いを変更した画像をあらかじめ2枚用意しておきます。それでは OK をクリックしましょう。代替テキストにはストロベリーと入力します。クリック時に URL へ移動にはリンク先となるファイルを指定します。先ほどと同様に参照をクリックします。ここではフルーツページフォルダからストロベリー .htm を指定します。OK をクリックします。こちらも一旦絶対パスが指定されます。これでロールオーバーイメージの指定がすべてできましたので、OK をクリックします。先ほどはウェブページをまだ保存していなかったので、
絶対パスが指定されてしまいました。保存をしておきましょう。ここではフルーツページフォルダ内にメニューという名前で保存します。画像を選択してプロパティインスペクタのソースとリンクを見てみると、絶対パスだった部分が自動的に相対パスに置き換えられています。それでは、ロールオーバーイメージがうまく動くかどうか、ブラウザでプレビューして確認してみましょう。ウェブページに挿入したテーブルは、ボーダーを0と指定してありますので、Dreamweaver MX のドキュメントウィンドウ上では、点線で表示されていた経線は全く表示されていません。挿入したイメージ画像にマウスポインタを合わせてみます。すると、ロールオーバーイメージが働いて画像が変わりました。クリックをしてみましょう。すると、リンク先として指定したファイルが開きました。このように、ロールオーバーイメージを使うと、この画像がリンクしていることを明確に示すことができます。また、枠線を非表示にしたテーブルを使うと、ウェブページの幅や長さを明確に指定することができ、画像と文字をきれいにレイアウトすることができます。他のロールオーバーイメージも挿入してみましょう。柿の豆知識のセルには、パーシモン01とパーシモン02の組み合わせでロールオーバーイメージを指定します。代替テキストにはパーシモンと入力します。クリック時に URL へ移動はパーシモン HTM を選択します。続いて、梨の豆知識のセルにはペア01とペア02の組み合わせでロールオーバーイメージを指定します。代替テキストにはペアと入力します。クリック時に URL へ移動はペア HTM を選択します。次はブドウの豆知識です。グレープ01とグレープ02の組み合わせでロールオーバーイメージを指定します。代替テキストにはグレープと入力します。クリック時に URL へ移動はグレープ HTM を選択します。ブラウザでプレビューして、ロールオーバーイメージとリンクが正しく働いているかどうか確認しましょう。